さんこんにちは。今日はティグ溶接の基本級 TN の F の溶接方法を紹介していきたいと思います。これからティグ溶接の免許を取得したいと思っている方や更新などがある方は、よければ参考にしてみてください。今回基本級の試験材と同じ3ミリのステンレスの板を用意しました。で、今回僕がシールに使うのはこのような自作のジグです。試験会場ではちゃんと歪まないように固定するものなどもついているので、こちらよりいいジグがあると思います。板厚が3ミリです。個人的には今回紹介する方法はすごい簡単なので、よければ参考にしてください。仮付けは2点両端にこのようにしています。今回1層目の電流が120で、2層目の電流が70で溶接をしていきます。1層目は過去の動画でも紹介している方法で溶接をしていきます。今回ノズルは7番で、タングステンの長さが1層目2層目ともにだいたい7ミリぐらい出した状態で溶接をしていきます。それでは1層目の溶接をしていきます。まず端っこの2センチほどはノズルを板に乗せることができないので、このように浮かした状態で溶接をしていきます。で、ノズルが乗せれるところまで来ればノズルは板に乗せた状態でいいと思います。前の動画を見てもらうと分かりやすいと思うのですが、このようにアークを出してプールが揺れ始めたら棒を入れるというのを繰り返していくだけです。プールが広がり、プールが軽く揺れ始めるので、少しへこんできたのが確認できたら棒を少し入れるというのを繰り返していくというのが一番簡単な方法だと思います。幅と一定のピッチさえ気をつければ2層目の溶接もしやすいですし、この方法だとずっと下向き姿勢なので裏波は確実に出ます。プールが揺れ始めたなと思って棒を入れた時によもりが膨らんでしまうようなことがある方は、それは裏波が出ていない状態なので、棒を入れても面よりも上がらない状態を確認しながら溶接をしていってください。棒を入れたのに膨らまないということは裏波が出ているということなので、それを確認しながら溶接をしていきましょう。映像では分かりづらいですが、棒を入れてもよもりが膨らんでいないのが確認できているので、それを維持しながら溶接をしていってます。今はストレートで進行していますが、この切った時にローリングで進んでいくやり方でも大丈夫です。この動画を初めて見る方は以前の動画の写真を載せていくので、この動画を見てみてください。しっかりと裏波の出し方の解説をしていますので、それを参考にしていただければ簡単かなと思います。棒を入れずに裏波を出したり、連続で裏波を出していくのは初心者の方には少しやりづらいかなと思うので、この方法が一番いいかなと個人的には思います。どうしても裏波が出ているのがわからない方は、この動画の電流とスピードを真似していただければ、この動画と同じような裏波は出せるかなと思います。これが1層目を終えたビード外観です。棒を入れてもよもりが面よりも低いので、ちゃんと裏波が出ている証拠の状態だと思います。炙りすぎていないので表面が真っ黒になっていることもないです。これが裏波の状態です。少し汚いですが、これだけ出ていれば試験には問題なく通ります。両端は1センチほど余分にカットするので、両端1センチぐらいは出ていなくても大丈夫です。綺麗に仕上げたい方は2層目は溶接をする前にこのようにワイヤーブラシで磨いてください。それと少しでも2層目を光らせたい方は、だいたい10分ぐらい放置してから溶接をしていくといいと思います。それでは2層目の溶接をしていきます。2層目も1層目同様、端っこ2センチほどはノズルを板につけることができないので、このように浮かした状態でウィービングをして走ってください。1層目同様、ノズルがつけれる位置に来ればそこからはローリングをしていきます。僕はこのウィービングでつけれるところまでつけたら一度体勢を変えたいので一度切ります。で、そこからこのようにローリングを開始。2層目はまあ大体70から80ぐらいの人が多いかなと思います。僕はこれを70で棒が 2.4 ミリを使用しています。
で3ミリの板なのでもうすぐに熱が受けやすいので、このようにプールが広がるんであればそのままさっさと走ってもらえばいいかなと思います。この時に1層目の幅だけは絶対越すように溶接をしていってください。この後に光を出していない状態での手の動きなんかも紹介したいと思います。試験に受かるだけであればもう1層目の幅さえしっかりと越していれば全然問題なく受かると思うので、それを注意しながら溶接をしてみてください。この時に両端が溶け込んでいないのに進んでしまうとアンダーカットの原因になりますので、両端がしっかりとこのように溶け込んでから進むようにしてください。まあ、電流70なので基本的にはすぐに溶け込んでくれると思うので普通に進行すれば大丈夫かなと思います。で、言い忘れたんですが、1層目のバックシールの流量はだいたい10から15の間でやっています。で、トーチの流量も10ぐらいでやっています。で、今回職場でのトーチなのでガスレンズがついていますが、全然純正のストレートのやつでも大丈夫です。特に見た目に違いは出ないのでどちらで使用しても大丈夫です。で、この時棒の送りなんですが、棒は常に少しずつ送っているような感じで溶接をしていってます。1層目のヨモリが面より低い方は棒を少し送った方がいいですが、面1の方などは全然送らない状態でも綺麗な溶接はできると思います。このまま1層目の幅を越しながらこのように最終まで一定のペースで溶接をしていけば問題なく溶接は終わります。はい、これが2層目を終えたビード外観です。このように1層目の幅さえ越していればどんな見た目だろうと正直受かるので、あまり気にすることはないかなと思います。これは少し別の仕事が入ったので1層目を終えてからだいたい10分ぐらいは放置して溶接を始めました。本当に基本給取得方法はもう下向き姿勢ですので裏波もすぐ出ますし、比較的簡単かなと思うので、よければこの方法も試してみてください。板の端2センチほどはウィービングで進行したのですが、ローリングに慣れてない方などはそのままウィービングで端っこまで進行していっても問題はないです。より安定しやすいので浮かすことなく僕はローリングを普段していますが、そのままウィービングで進行していっても本当に問題はないので好きな方でやってみてください。このように僕は端っこ2センチほどはウィービングをして、ローリングができるところまで来てからノズルを板に当ててローリングをし始めて進行していきました。遠目から見た手の動きを見ていきたいと思います。板はどうしてもトーチが当たりやすいのでこのように横に持って溶接をしていってます。この方法だと板にトーチが干渉することもないので最後まで綺麗にローリングをすることができます。説明しきれてない部分もあると思うので、個人的に聞きたいことがある方などは YouTube のコメント欄に何でも聞きたいこと聞いてください。今回は基本給でしたが、専門給の TN の P の動画も次に上げたいと思いますので、よければ参考にしてみてください。それともっと詳しく解説した裏波の出し方の動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、よければ見てみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。